手のひら優雅ともみの木ひかるです。皆さんどうも、こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、お待たせいたしましたよ。はいはい、雪組さんですよ。おお、雪組さんの、はい、仮面のロマネスクミュミュ、なんやこれ。仮面仮面か、仮面仮面仮面なんやボタン、わからん。はい、雪組さんの仮面のロマネスク、こちらはあの、うん、初演はね、90年代なんですけど、はい、あの、まあ、再演、うん、最近でもぼちぼちとされてた作品ではあるんですよね。そうですよね、そうですよね。あの、うん、大空優秀さんと、はいはい、ミリオさん、アスミリオさんは2回再演されてますもんね。そうですね。うん、うん、うん。でもまあまあ、まあ、私たちは90年代の、うん、そうです。高根吹雪様、はい。草まり様の、初演です。初演を語らせていただきたいと思いますけれども、はいはい。これね、私の周り皆さん好きな方が多いんですけど、ロマネスク。そうね、そうね。皆さん好きな方多いんじゃないですかね。ねえ。あれすごいよね。あれは柴田先生かな、お作りになられたの。まあ、原作がちゃんとあるやつなんですけど。はいはい。いや、あれさ、何ってさ、もう、高根吹雪様の色気がダダ漏れすぎて、これね、あの、親子で見てはいけない三大宝塚の一つと私は勝手に捉えてるんですけどね。そうそうそう、この間のダルレイクの恋と、まあ、この仮面のロマネスクと、あと劇場。勝手に思ってるんですけどね。はいはいはい、そうね。ほんと、うん、あれは、まあ、ゆきさんのさよなら公演でもあったんですけれども。そうだったね。うんうん。なんかさ、話衝撃衝撃や。なかった衝撃やで、あれ。ええー、って。ええやね、ほんまに。なんかあの、うん。何なんかあの、色ボケの話とかも、ちょっと失礼なことを言ってたんですけど、一言で言うなればですよ。ね、だって、なんかあの、何不倫も何も、なんか、嘘。そういう概念すらない感じの、すごいなんか自由恋愛やんか。そう。なんかゲームしてる感じよね。うん。うん、その、ゆきさんのね、高根吹雪様のバルモン、うん、役ですかね。試写です、ね。試写、うんうん。役っていうのが、まあね、プレイボーイ、ね。いわゆるプレイボーイですね。うんうん、で昔の恋人がメルト友人っていう、うん、あの、花草まりさんなんですけど、まあもう花ちゃんも超絶美しいよね。美しい。すごいよね。私あれね、うん、花ちゃんも着てるお衣装が可愛すぎて、うん、しかもめっちゃ衣装変えられてるんですよ。あ、私何着変えてんのかなと思って数えてたら、もう、あの1時間半で10着着ちゃってました。そうなん？ドレス？ドレス。多分10着で合ってると思います。なんか上着みたいなのも含めてなんですけど、一回皆さんもちょっと見てみてください。すごいね。でもどの衣装もめちゃくちゃ可愛いよ。可愛かった。可愛かった。ねえ、ここのデコルテラインの、こういうドレス着てらっしゃるじゃん。ここが空いてる。そう。で、ここにボーンっていうお袖の。ね、バーッとね、したね。すごい、あれを着こなせる。お花さん。すごい。ねえ。で、あの、バルモン子爵と昔の恋人でありながら、うん、恋を謳歌するために別れたとか言ってたよ。そう。すごいね。すごいよね。あの時代にそういう考え方ってあったんか、あったんやと思って、私は嫌いじゃないけどね、そういう考え方。なんかあの、ね、うん、自分のこ、なんか昔の恋人を、なんか取られた腹いせにバルモンに、ちょっと、その女抱いてこいみたいな、言うやんか。言う。結構悪いよ、ね。悪い。で、それをなんか普通に、ああ、分かったよ、みたいな感じで言ってしまうバルモンもすごいけどさ。すごい。ねえ。ねえ、あの、バルモンが狙った、うん、のがトゥールベル夫人っていう星野ゆりちゃんの。ゆりちゃん、綺麗やったー。綺麗よねー。星野ゆりさんはもう身持ちが硬くて、うん、ね。で、ちゃんとあの法委員長の海老名薫様が旦那様で、はい、そうです、そうです。結婚もしてるし、そんな恋に溺れるなんて言って言ってたけど、うん、もうバルモンのあのね、色仕掛けに、まんまと。ダメよ、ダメよ、ダメですよ、みたいな。お友達ではダメなんですかとか言いながら、最後はもうね、ね、恋しちゃって。そうなんです。また恋しちゃった自分を責めちゃって、修道院行っちゃったっていうね。そう。なんてことすんの。でも私、本当に、あの、仮面のロマネスク、うん、何が素晴らしいかって、はい、高根吹雪様のトゥールベル様を落とす時の色、うん、色眼鏡とかあの目力。
目眼鏡じゃない目力目力すごかったね。すごかったなあれ。もう1ミリも目離すことなくさ、もうずっと見てさ、もう食い気味でもちろん行くやんか。すごい。私もう一個好きなのは、こうなんかあの、うんうん、トゥルベルさんを嫌がってるのをこうやって手ガッて持って無理やりキスするやん。で、そのトゥルベルさんのこの力が緩んだ手を自分の腰にこう持ってくるってやつ。いやらしい。あれよく男役さんやってあるけど、やるやるやる、私あれめっちゃ好きなんよ。ね、でも、高根園信之さんのはなんかまた色気がすごくて、ほんであの黒髪よ。黒髪。あの黒髪の破壊力はすごいよ。周り茶色いのに一人も、なんかほんと漆黒の黒髪やん。長髪の。長髪のね。で、私、あの、ゆきさんの、あの時の口紅の色がめっちゃ好きなんですよ。ちょっとオレンジっぽい。と、黒髪とがもう合ってる。あの、眉毛の太さとね。おいでさ、ゆきさんといえば、うん、ラブシーンが超うまい。あれ何なんですかね、あの、ゆきさんのラブシーンのうまさというか、色気の凄さ。あれはね、ナチュラルやね。ナチュラルやった。ね。で、また、受ける側の娘役さんももちろん上手なんですけど、上手。ね、ゆりちゃんとかダンサーやから、なんかあの、不安とかこういうしなやかさがね、すごいのよね。でも、あのラブシーンは、私の見た中では一番違う。いや、でもね、そう言っても過言ではないと言えるぐらいの、すごい。あの色気。すごかった。でも、あんな 目力と、うん、あんな自信たっぷりで迫られたら、うん、さ、落ちるて。落ちる。落ちますよ、あれは。うん、トゥールベルさん、くどいたかと思ったら、うん、次はセシルだ。とか言ってさ、セシルの部屋バーって、あ、鍵開けてない。鍵がかかってない。うん、よし、みたいな感じで。もうここ脱いでいくでしょ、ジャケット。脱いでから入るでしょ。もうそれ、ジャケット脱いだと思って。なんかそういうちょっとしたことで、またあのなんかこちらの想像をかき立てるというか、うあの色気がもう倍増するというか、すごかったわ。